月山古墳は、大分県大分市大麻神崎崎清根街寺に、ある五世紀代の前方公園墳である。1936年9月3日に、国の史跡に指定された。月山古墳は、佐賀の関半島の北西海岸部、丘陵端部に位置する。著名な猫塚古墳の東南約1キロメートルのところにある。公園部の一部が、 北側の村社八幡神社の境内になっている。規模は全長90メートル、高さは前方部8メートル、後円部10メートル、前方部幅45メートルで、吹き石が吹かれている。亀塚古墳に喧嘩最大の座を譲っているが、総量34キログラムという大量の種が使われているなど、当時としては最高級の豪華層であったことが判明し、 水軍を持つ海人部の歴史を解き明かす上で重要な遺跡と位置づけられ調査が続けられている。愛称は石棺様。副葬品などから5世紀中頃と推測されている。鉄拳、京、下玉という三種の神器が発見されるなど洞窟を免れた意義は大きいが、紛糾は周辺住民によって前方部と後円部を裁断する様に道路が造成。 住宅建設で前方部が削られていたため、発見時には前方公園墳の形を成していなかった。1932年、植林作業の際に公園部から2機の緑泥変顔性箱式石棺が発見され、その後の調査で、北棺と呼ばれる石棺からは右腕に回屈白をつけた一体の女性、南棺からは3体の人骨が発見された。 女性のみが単独で埋葬されている点などから、呪術者であった女性の墓ではないかと推測されている。地元で祀られている、即旧姫の墓ではないかという説や、山大国議論に加わり卑弥呼の墓ではないかとする説が主張されている。南棺から、北棺から、大分県大分市大座本神崎あざ吉し願い、寺周辺には、約19基の古墳が確認されている。 ありがとうございます。